僕を殺す気で熱くなっている。形勢は互角。このまま戦えば。まずい、神殿だ。アクヘラレピオ。全部ブラフだ。熱くなったり苛立ったふりをして、その上で土煙を巻いて、奴が狙っているのはブラッドとマリーだ。間に合え、間に合え、トカ、アクヘララジオ。スタグネイトの言葉を信じるなら、僕は奴にとって多少は警戒に値する存在なのかもしれないけれど、それは無限に生きる不死神にとって今は重要な話じゃない。奴にとって優先すべきはブラッドとマリー、そしてガスナ。罪の神様の加護を得て祝祷術を手に入れた今の僕なら、3人を輪廻に返すことができる。奴はそれを警戒したんだ。ブラッドたちの魂と僕というリスクを天秤にかけて、刀剣を演じて、それは僕が最初にやろうとしていたことじゃないか。ダメだ、間に合わない。神様の力まで借りて、やっと互角の戦いに持ち込んで、なのにあんな手に引っかかって、それで終わりだなんて。見覚えはないはずなのに。それで全てが伝わった。マリーは最初から許されていたのだ。彼女はマリーを憎んでなどいなかった。マリーが許しを求めていなかったから、甘い態度など望んではいなかったから、だから見守り、望みのままに叱り続けていたのだ。その加護を剥奪することもなく、ずっとずっと200年もマリーが自分を許せるようになるまで、ひたむきに自分を慕う娘の危機に、かばわない母親がいるだろうか。マリーが慕い続けた地母神マーテルは偉大な女神だった。マーテルがくれたこの一瞬に、灯火の神クレイスピエリオ、暗息と導きを。魂を輪廻の輪へと導くディヴァイントーチ。それでもスタグネイトのエコーは倒しきれない。だったら狙うのは何。そうだ、抵抗しない二人はディヴァイントーチで輪廻の輪へと帰ってしまう。だからお前は構わざるを得ない。輪廻を停滞せよ、導きをまとえ。そして僕の術を打ち消すその一瞬、ワースプタケレオ。とにかく小さい魔法をうまく精度よく使うことを覚えるんじゃ。存在抹消の言葉なんて大魔法よりよっぽどガスらしい痛快な一撃だ。ブラッドの子、グリースフィールの首都ウィル、そんな忘れぬぞ。我が軍門に下らぬ限り、もはやお前に安息の夜はない。そのセリフ、三流の悪役みたいだ、神様。グレースフィールの灯火にかけて、僕はあなたのものにはならない。ちゃんと生きて、そして死ぬ。クワレ、アンブラレアレビータ、ノーリーフギト、エティアムシギラム。
本当にギリギリだった。ブラッドからもらったオーバーイーター。ガスがエコーの片割れを倒してくれたこと。マリーの守護神マーテルが時間を稼いでくれたこと。